兄弟道。皆さんこんにちは。こんにちは。ゆうたろうです。ゆかりです。兄貴です。スマートです。はい、始まりました兄弟道チャンネル。イエーイ。今日はボクシングで腹筋背筋道。イエーイ。それでは早速始めていきます。この動画の最後には痩せる兄弟道メニューもご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、それでは早速やっていきます。カウントダウントレーニングを行っていきます。5、4、3、2、1とカウントダウンしていきますので、いきますよ。ではジャブから5、6、ゆっくり1、2、3、4、5、反対1、2、3、4、5、4つ1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、1、2、1、2、1、次ストレート1、2、3、4、5、1、2、3、4、しっかり戻して1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、5、1、やっと言ってくれた4、5、1、2、3、4、1、2、3、4、5、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、1、2、1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 
三四、一二三、一二三、一二、一二、一二、腹、一二三四五、一二三四五、一二三四、一二三四、一二三、一二三、一二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 三四五、一二三四五、一二三四、一二三四、一二三，一二三，一二，一二，left side，OK， nice try。はい、皆さんお疲れ様でした。nice try。いっぱいパンチを打ってストレス発散にもなりましたね。リズミックボクシングは創始者がいます、高橋内野と言いまして、実は私たちの父です。この高橋内野は日本で初めて格闘技をエクササイズ化した第一人者なんですね。 TU は昔から必ずと言っていいほど自分の体でいろんな動きを試してみて、これは必ず効果がある、それをまずは実感立証してから会員の皆様に最新の動きをどんどん提供していてます。ぜひ大阪や金沢店にスタジオがございますので、近くに住まれてる方スタジオまで遊びにいらしてください。待ってます。リズミックボクシングは無理のない無駄のないそういった体を作っていきます。そして大阪金沢に住まれてない、ここのスタジオに来れないという方はオンラインフィットネス、詳しくは概要欄に貼っておきますので、そちらをぜひご覧ください。はい、それでは今回の兄弟のメニューをご紹介いたします。まず1つ目、腹筋にさらに効かしたい、体幹をもっと鍛えたいという方は腹筋の、まあ、この前でも後でもどちらでもいいです、やってみてください。そして背筋さらに鍛えたいという方は背筋動をやってみてください。ぜひ組み合わせてかっこいい体を手に入れていきましょう。そしてこの動画面白いと思った皆さん、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。お願いします。また来週。